今回のテーマがパレチナ問題です非常に私どもが勉強になったなと思うのはあまりにバカげた質問かもしれないけども全然歴史って変わってたんだろうなとは思いますそれの割り送ってるのもパレスチナの人だとはい和田秀樹チャンネル和田秀樹で,ですえー、私はですね実はエンジン01文化戦略会議というまあ文化人の集まり の幹事長といいいう、まあ、責任者ををややってるるんんでですねそれで、まあ、いろんなイベントをやるだから1月の2最後の金、えー、土日には市原でオープンカレッジといって、まあ、130人ぐらいの文化人が集まっていろんなイベントをやるこれも、えー、ちょっと今チケットが、まあ、売れてはいるんだけどもなかなか満席には程遠いみたいな状態なので「エンジンゼロファンイン市原」という形でググってもらえれば。 えー、ちゃんと、えー、イベントの詳細が出てきますのでこの中で和田秀樹の講,演講義も聞きたいなとまだ和田秀樹の講義の中で完売のものはありませんのでぜひ、えー、見ていただければいいしあるいはですね「夜学」といって和田秀樹と、えー、食事会ができるという会もありますよ。えー、まあそんなんで、えー、私と飲みたい食いたいという人はそれを申し込んでいただくということもできます。 ということで、まあ、エンジン01というののイベントが、まあ、今、頑張って準備中なわけですけども、そのエンジン01はいろんなことやってます。えー、出張事業といって、まあ、主に公立の小中学校なんですけども、そこに我々が交通費はちょっといただくんですけども、ノーギャラで講義に行く。まあ、特別に指名はできないんですけども、まあ、我々エンジン01の教育委員会の人間が、まあ、その学校に行って面白い講義をしてくださる。 というようなこともありますよ。逆説の日本史の伊沢元彦さんが、まあ、歴史の講義をやってくれるだとかですね。私もいろいろと勉強法の講義をしたりしております。ということで、そのいろんなエンジン01がやってる文化活動の一つとして、エンジン塾というのがあるんですけども、これは主に会員の人たちの勉強会です。だから、やっぱり文化人とはいえですよ。自分の世界についてはやたら詳しいけど、 そうでない世界のことはあんまり詳しくないから自分たちで勉強しようという、まあ、考え方があるわけですよ。そういう意味ではエンジンのメンバーの人たちが興味のあることをみんなで勉強しようと。以前はメタバースについて勉強するだとかですね。そういうことをして私も生まれて初めてメタバース体験をさせていただいたわけですけどもそういうようないろんなことをやってる中で今回のテーマがやっぱりパレスチナ問題です。 ということで、パレチナ問題の中で、イスラム世界の研究家である、え高橋和夫先生なんかをゲストに呼んで、それで、えエンジンで勉強会をやったわけですけども、まあ、あの、今回、非常に私どもが、やっぱり、勉強になったなと思うのは、ガザ地区というものに関して、なぜ、その、例えばハマスというものが、実験を握ったのかと。 いうようなことだとかですね。イスラエルという国にしてみたのは、まあ、ここで引くわけにいかない事情だとか、そういういろんなことをですね、勉強させていただいたわけです。で、もともとパレスチナというものに関して、一つ知っておきたいのは、パレスチナっていうのはもともとユダヤの人たちが住んでた場所なんだけど、結果的にはユダヤの人たちが、まあ、パレスチナから追い出されて、世界中に散り散りになったと。 そしてパレスチナ人たちが、まあ、パレスチナという地域で根付いて暮らしてたわけですけどもイギリスが二つの理由でユダヤ人の人たちに約束をしてそしてパレスチナにお前らの国を作らせてやるという話になったそうですでその一つ目の理由はよく言われてることなんだけどもまあ今でも完全にそうですけどもユダヤの人たちっていうのは とてもまあ金融業とかをやるで金貸しをやるということで悪いイメージがついてベニスの商人なんていうまあ作品もあるぐらいなわけですけども少なくとも金融業をまあ頑張ってやってそして大富豪であることは確かでだからそのイギリスが戦費を調達するためにユダヤの人たちから結構金を借りていてそれで戦争が終わったら お前らも国を作ってやるからな。という空手方を打ってしまったということですよね。それからもう一つがナチスがユダヤを大虐殺をしたわけで、ヨーロッパの人としてもあなた方には本当に悪いことをしたと。もうこれの罪滅ぼしとしてパレスチナの地にあなた方の国を作ってあげるからねっていうような話をして、結果的に確か1948年だったと思いますけども、イスラエルという国が建国するわけです。 ということで、えー、イスラエルという国が、まあ、パレスチナ人から土地を奪い去って、まあ、国連が、いわゆるパレスチナ人を追っ払って、ユダヤ人の国を作ったっていうのが、イスラエルという国の始まりなわけですよね。ここで、私がこの円ン塾で、その高橋和夫先生に質問したことがあるんですよ。あまりに馬鹿げた質問かもしれないけども、もし、 それって、ナチがユダヤの虐殺をしてね、悪いと思ったから、パレスチナに土地を与えるユダヤ人の土地を与えるくらいだったら、いわゆるナチを殺したのはドイツ人なんだから、ドイツ人から土地を踏んだくって、そこの中にユダヤ人国家を作ったら、今もそんな戦争なんかやらないでね、ユダヤ人の国が、まあ、EU の中に一つあって、 おそらくものすごい経済発展やね、科学技術の発展をするっていうのは、イスラエルって国は非常に科学技術のレベルも高いし、武器なんかもすごいものを作るから、イスラエルっていうのは、まあアラブ諸国に戦争で負けたことがないわけですよ。だけど逆に言えば、頭のいいユダヤ人の英知が軍事産業に流れちゃってるわけですよね。もし、ドイツの中にユダヤ国家があれば、すごい科学技術だとか、 すごい IT だとか、すごい自動車だとか、そんなものを作るすごい国になってるかもしれないわけですよ。戦車を作る代わりに自動車を作るだとか、まあ戦争のためじゃない形の IT とか原子力の平和利用だとか、っていうことができる国が作れたはずなのにというふうに思っていて、で、第二次世界大戦直後のドイツであれば、ここに国を作るから、お前ら土地をこせって言っても、応じざる得ない。 ドイツっていうのは、実は戦争のたんびに領土が狭くなっている国です。だから第一次世界大戦の時だと思いますけども、アルザスだとかロレーヌっていう地域がフランスに譲られたりしているわけですよね。ところが第二次世界大戦で一番ひどいことをしたのに、東ドイツと西ドイツに分断されたものの、ほとんど領土って削られてないわけで、それを考えた時に、一部お前ら罪滅ぼしにユダヤ人に土地あれよと、 言ってもそれはは可能だっはだったずと思うんですよで、まあ、そんなことを質問したら座長が森本先生って元防衛大臣だったわけですけど森本先生がそれはユダヤ人にとってみてパレスチナっていうのは聖地だしここが元々の生まれなんだからあそこ以外は考えられなかったんだよというふうにおっしゃいました。で終わった後高橋先生ってとっても優しい人で。 えー、私に声をかけてくれたんですよ。和田ね、実はそんな話は、まあ、高等無形な、私の妄想みたいな話に思うかもしれないけども、そういう話は事実あったんだと。つまり、イギリスが、その当時の、どっかのアラブの国の王様に、まあ、ここの土地をユダヤ人にやろうみたいなことを言ったら、いや、そしたらもうずっともう戦争の火種になるんだし、ドイツ人がやったことなんだから、 ドイツに作りゃいいじゃないかって言った王様がいたそうです。つまり、アラブの人たちから見れば、イスラエルという国をパレスチナン作らなくてドイツに作ってほしいっていう希望があったわけで、いまだにそれがあるからこんな戦争がずっと続いてる。だから、歴史にただネバを言ってはいけないっていうのはわかりますけども、あそこの問題は、本当はドイツがナチスの まあ、賠償じゃないけど、ナチスであんな悪いことしたんだから、それに対して、まあ、付けを払うべきなんであって、えー、パレスチナ人に付けを払わせるべきじゃないっていうのは、私はそう考えたわけですけど、高橋先生もそういうふうにおっしゃったわけで、本当にそういうふうになってたら全然歴史って変わってたんだろうな、とは思います。ついでに言うと、ウクライナとかロシアもユダヤ人の多い国なんですけども、 ソ連が崩壊した時とか、ウクライナとロシアの戦争の時に大量のユダヤ人がイスラエルに逃げていったわけですね。その時にイスラエルはいや、お前らに土地をやるからって言って、パレスチナの土地とか、シナイ半島の土地とかみたいに、いわゆるアラブの人たち、パレスチナの人たちから、まあ、土地を奪って、それでそこに入植者として出てってる。ということで、 結局、ウクライナがロシアに土地を取られてひどい目に遭ってるとかって言うけど、それの割を食ってるのもパレチナの人だということも知っておいていただいてよいかと思います。ということで、日本の報道というのは常に一面的なものになるということなので、いろんな角度から話を聞かないといけないなということを、このエンジン軸で非常に勉強になりました。和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。